ただけますでしょうか。いただけますでしょうか。2年前の原発震災で多くの福島県をはじめ全国の人々が放射能によって被爆させられ、業務上過失致死傷害、この罪ほか3つの罪名で私たちは告訴人となり、告発人となり、福島地検に昨年告訴いたしました。そしてまた全国からも1万4000人になろうとする人々が告訴告発しております。今日は全国から集められた署名4万256名の署名をもって東京地検に起訴を迫る行動を今からしたいと思います。東京地検の皆さん、私たちは福島県内から今日のために声をかけ合って署名を持ってこの地にやってきました。なぜこのようなことをしなければいけないんでしょうか。私たちは3月11日原発震災以来ずっと苦しみの中にいます。今すぐ起訴してください。なぜこの告訴告発をしなきゃいけないかと考えた理由は、福島のあのような被害を引き起こし、悲劇を引き起こし、そして、もうちょっと運が悪ければ国を滅ぼしかねなかった、ああいう大災害を引き起こした東電の役員たち、彼らが処罰されない、刑事処罰されないという、これ以上の不正義、正義に反する事態はないから、ないと考えたからであります。彼らを絶対に刑事処罰をしなければ日本での正義は通りません。アイデア一つを言っときます。来月3月11日午後2時46分を期して被災地の方に黙祷を捧げた後、すぐ段ボールを持って東京電力本店に入りなさい。東電を起訴せよ。東電を起訴せよ。強制送還せよ。電車の中と銀河パセルとバラバラされて、確かに受け取りました。やめろか、しっかりと言われていました。関係部署の方に最大で広報部でお前ら役に立つのか。私はね、あなたたちに強制避難させられたんですよ。分かれますかね。農業やってました。私は百姓です。土地あなたたちに全部放射性物質で汚染されたんですよ。わかりますか、この気持ち。今すぐ返してください。事故を起こしたのは誰なんですか。誰なんですか。東京電力の発電所で事故を起こしました。大変申し訳ありません。その責任は取る気はないんですか。自首しなさいよ。この字読めますか。自首しろ。読んでみろ。自首しろよ。東電は自首しろと書いてあります。あなたたちはみんな逃げてるんですよ。私たちのことを考えたことありますか。絶対戻れないんですよ。避難されている方のご意見も合わせまして、要請文と合わせまして社内にしっかりと伝えます。